ザー泉のフィルファイ TV、 おはようございますと言ってももう10時過ぎてますが、昨晩は動画の昨日の分の投げてね、寝まして、8時間寝たね。8時間寝て、で朝、朝カレーいいの20倍激辛動画の方で公開中です。そちらで、食べまして、その後お風呂に長風呂をして身支度して出てまいりました。錦糸町駅北口、ここから JR 東日本株の集大最長9キロ大型切符の旅10日目を開始したいと思います。はい、錦糸町駅東海速線ホームから JR 東日本株の集大最長9キロ大型切符のため40km目、東武本線です。総武快速線成田空港行き桜までが総武本線です。まあこれは座れるでしょうね。今日も座れない列車はないと思うんだけどね。あ、11連ですね。この辺混みそうです。座れないじゃないか、これ出すと。おい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 、大丈夫かな。今日はリュックがね、意外なので、傘が張らないので、重さはノート PC 2台だから重いんですけど、あんま変わんないんですけどね。ちっちゃいリュックです。はい、座りましょう、座りましょう、座りましょう。はい、今千葉駅に停車していますね。これ駅のホームがハの字型になって総武本線方面、外房線方面で駅が扇形に広がっているということですね。一番端っこの9番線に止まってます。はい、車内も千葉で鳥取りですから、少しずつ降りてる感じですね。ドアからは隠れていると思います。というわけで桜駅到着、ここから JR 東日本株主集団最長営業記録大型切符の旅は41経路目成田線に入ります。成田線もここから松木市まで、松木市ですか、まで乗り通しですね。成田に成田さんっていうね、別の経由線もありますけど、成田、丸助とか丸助沿線、成田に最初から最後まで乗っております。特殊経由線が当然設定されてるんですね。同じ総武本線に両端で接しているので、成田さと成田まというね、成田さくら、成田松木市というね、特殊形成が設定されていますが、ここは成田線ということで地形をと考えさせていただきます。はい、成田駅で JR 最長じゃない、 JR 東日本株の集大最強営業機大型機分から41キロ目成田線の途中ですが、ここから成田空港に行ってしまったら成田さんになりますので、成田に継続乗車するためにはここで乗り換えです。10分差なんで途中で車に乗らないで乗り換えましょう。成田駅5、6番線に降りてきました。お、スカイロの成田線、成田さんですね、成田さん2ですね。やさってます、そっちではなくこっちですね、普通の。はい、成田駅から始発成田線 JR 東日本株の集大最長営業機の大型切符の旅、41系の目継続の長周期です。まあ、どうせこれクロス座れるんでしょうね。もう座れない。じゃあこの辺で車間やだ。はい、まあ一応撮っときますかね。これ昨日も見ましたね。昨日、阿鼻子駅で止まってるの。横に止まってるところで、これになってました。こんな感じ。これ、なんでスカイ色になってるのか、よく把握してないですけど、なんなんでしょうね。はい。はい。松木市駅で、JR 東日本株主対最長営業機能大型切符の旅、41キロ目成田線終了ですね。はい、そのまま小仙橋を渡って乗り換えましょう。ここが3番線なんだね。ちょっと途中下車にあるか聞いてみますか。松木市駅途中下車にありました。業務委託の駅員さんが押してくださいました。これずっと激名コイン対応だったんですけど、ちゃんと JR 東日本共通様式のね、ちっちゃめの楕円のシャチアタが、かつインク切れでスタンプ台に乗せて、枠線が多くついてしまう。そういうのが、ちゃんとありましたよ。何なんだっていうこと。しかもそれで、しかも、
あ、マスクが取れた。風が強い。これ、上に伸びませんでしたね。これが素晴らしいですね。はい、今後どうなっていくのでしょうか。楽しみです。さあ、乗り換えましょう。成田線降りたばっかですけど、総武本線からの、八日市場周りの調子駅が高架町で止まっています。そしてやってまいりましたね。 JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅、42経路目総武本線、今度は上りになりますね。八日市場周りの千葉行きです。東金線がやってきました。はい、入線済みです。レーパン線に入ってますね。1分差の乗り換えですよ。レーパン線、ビバレーパン線、はい、JR 東日本株主優待最長営業記録型切符の旅、43経路目ですね。東金線始発、千葉行きですか、ね、はい、不明です。蘇我方面、蘇我方線直通の各駅停車、千葉行きです。次の乗り換えも大網も前なんで、前に行きましょう。前は空いてるはず。レーバン線だよ。東海電車ゼアですね。まあゼアなんですけど、もう九十九里鉄道の駅の音は全くものはないですね。当たり前です。ゼア、ジョン・モクスリーと試合。はい、9号に乗っています。同じの場所です。ご覧のように線が広がっております。昔は千葉駅のスイッチバックで、大網駅のスイッチバックで、二度スイッチバックして、総武線を抜くような、まあ、そんなね、大駅、配線跡ですね。外房線の配線跡が、こちらにまっすぐ続いている。そんな記憶です。そして、列車がカーブして、まもなく、大網駅。大網駅、これもハの字型に広がって、こっちが外房線のホームですが、外房線下りホームにはここの連絡通路からすんなりと行けるということですね。これでもう到着してますね。3分差乗り換え。はい、というわけで JR 東日本株主優待最長営業記録大型切符の旅、44経路目外房線に入ります。京王線からの直通快速、外房線内各駅停車の上総一ノ宮行き、こちらに大網駅から乗ります。
はい、終点上総一ノ宮駅です。さあ、今年の3月のね、ダイヤ改編から、外房線、内房線の直通運転が始まったということですね。ということですが、1番線の始発ということなんですが、もう一回来るんですかね。途中下車員はいいかな。はい、勝田一宮駅の、郵便改札でいただきました。はい、上のビルの復活でございますね。松岸は目立たなかったからかスルーされて、ここを一番目立つのでこの上に押されたってことで、超ちっちゃいフォント、昔の手彫りなら不可能、コンピューター万歳の2行の途中下車員です。押されました。さあ戻りましょう。いつの間にかこんな IC 専用の東口改札ができていたのね。知らなかった。 JR 東日本株主優待最長営業記録大型切符の旅44経路目総合線継続ですが、上総一ノ宮駅にやってまいりました。新車外房線内房線直通電停する折り返しワンマン木更津行きです。これは混むよね。めちゃめちゃ混むんで座れるんでしょうか問題がありますが、挙動不審な鉄オタがいますが何なんだはい、海側がいいな。ありがとうございます。じゃあ飲んで。この列車は内房線直通阿波鴨川駅、ここから JR 東日本株主優待最長営業という大型特急旅は45経路目内房線にそのまま入ります。直通です。米沢人生初体験でですかね、小学6年生の時に房総一周旅行を、してるんですけど、小学5年生の時か、その時はね阿波鴨川で降りて、確かなんか N 型マルス忘れた、ハンコ使ってやるマルスがね、この母鴨川駅って、そこでね急行券中央の指定席を買ったん記憶があるんですよね。なんで直通では乗ってないはずです。当時直通ってあったはずなんですけど、まあというわけで、直通券初体験ということですかね。去年のね、4月の時も立山で飲もうとして失敗して、それで、立山食堂入ったんですけどね。で立山食堂で、この前ピーチで降ろされて起訴された人が今度は立山食堂で店員に殴りかかって、まあ、本当かどうか分かりませんけど逮捕されましたね。そうで、まあ、カメラの映像があるんでトラブルになってるのは確実ですけど、さあどこで飲みましょうか。日中だしね。
まずは途中下車、中学生の団体が大量下車でてんやわんやでございましたね。ということで、ようやく途中下車できました。ザザン鳴子温泉の左隣に来ましたね。上もう登れません。もうあのステープラーの、針がありますので無理です。ということで、まあ、妥当なところで鳴子温泉の横になったということですかね。ありがとうございます。陰影自体はね、去年の7月去年の2月にもいただいているものです。さあ、まあ、立山駅もシャレオツですけど、こちらその前にあるシャレオツな謎の駅前ビル、こちらで、17時今のれんがかかりました。まあ、他の店もいろいろあるんでしょうけど、なんとなく安泰な気もします、ここが。ということで地酒もあるよみたいなんで入ってみましょう。やっぱりこちら、物は良さそうなんですけど、ちょっと単価が高いかもしれません。現金の持ち合わせはそんなにはないですが、頑張っていただきましょう。まずこのピルスナーグラスで泡立ち上りまくりの一番搾りです。朝のグリコリー20倍以来何も食べてないです。今日はグミも食べてないんで染みますね。そしてお通しは筑前煮だそうですよ。はい、なんかね、見た目煮込みもつ煮に見えますけど、もつ煮だと思うな、これ。でも椎茸入れないもんね、もつ煮に。あ、もつの筑前煮ってこと？椎茸甘く煮たれて、煮られてるので、謎メニューですが、そこそこ、というか、普通にちゃんと美味しいです。ってことなので、この、とりあえずこの上泉小金というものをですね、選んでみたんですけど、これどこの酒蔵ですかね。検索してきて出てこないですね。グッズって出てるんですけど、そう、まあ、謎なんですけど、いただいてみましょう。普通酒ってあるんだよね。あ、淡麗辛口、薄い、薄いな、本当に。すっきりですね、でもね、本当に。はい、まあ、じゃあザザン、なめろうです。これに合わせてみましょうね。なめろう、なめろうです。ちゃんと葉っぱの形に、あ、粘り、ねっとり、ねっとりです。うまし。できればお酢で食べたいけど、レモンがあるからそれってことかな。このねっとりとしたこのなめろうには合うんじゃないのか。合いました。店員さんに質問してみるもんですね。これこのね、グッズ、これ和倉酒造です。まあグッズって和倉酒造と小泉酒造しかないんですけど、これってそ、ま、和倉酒造他業界に酒蔵があるんです。そうするとね、小金井戸があるんで、それかと思ってそれも突っ込んでお尋ねしたら、なんとこの海の花さん、このお店の会社がここなんだそうで、この3つは全部、要するに会社のプライベートブランド、ここの居酒屋のプライベートブランド名ということが分かりました。謎が解けましたね。ということで、はい、今度はこの吟醸酒小金を頼んでみました。いただきましょう。なんて言うべきか、このあれですね、この上泉小金の味に吟醸香をつけるとこうなって、面白いね。まあでも、まあ正直、まあこれだったら上泉でもいいかなと思います。というのは結局ね、なめろうだから食べてるのがね、そうだと思いましたけど、これこれで面白いですね、味ね。はい、吟醸香足す、さっきの味でも、あの甘みがまとまってるは言いますけどね。はい、謎が解けて嬉しいな。はい、お作り小手盛りです。なんだっけ、もうね、何度もやっても覚えられない。イサキ、メジナ、ホウボウ、ヤガラ、ショゴということですね。ショゴっていうのはカンパチのちっちゃいやつですか。はい、てかぶっちゃけですね、お店のこ
これほとんど全てが車線に食べたの初めてじゃないですかね。いや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 、お刺身醤油、いただいてみましょう。イサキ、血合いの味が強いですが、脂も乗っていますね。あ、口溶けしていくよ。組織が崩れていくね。はい。そしてメジナですか。この刺身はあんま甘くなくていいですね。身が酸味とともにとろけていくね。はい、そしてほうほうです。いや、ここの店でよかったな、これね。えみんなレアの刺身ね。レアっていうか、別にレアでもなんでもないんだろうけど、米沢が食べたことないってことでね。だからレアなと思った。甘みが強いですね。もういい。でもこれほうぼうだよね、これね。ほうぼう。これヤガラですよ。何を言ってんの。はい。あ、ヤガラが一番ポンポン。で、ショコ。これはカッパチのちっちゃいやつ、うん、これ油、あ、程よい油ですね。あれまたすぎる。さっきまでは富津のね、和倉酒造さんのお酒でしたけど、今度は御宿外房線側ですね。御宿の岩の井山灰純米を頼んでました。先ほどね、小金を1杯お借りしてるので、ね、4合目4合目ということになりますね。山灰純米だよ。おお、めちゃめちゃ淡麗辛口だけど、おお、ナッツの、このナッツ感、ナッツ感っていうお店が買って呼んでるだけですけど、ヤマハイだね。ヤマハイででもここまで、淡麗な辛口ってあんまない気がするけど、ヤマハイ味しかしないってやつだね。あ、そういえばそれ横で飲んだかもしれないけど、まあ何のこっちゃですけど、そうですね、ヤマハイ味だけですね。ソリッド。やっぱり脂の乗ったお魚を食べる習慣が強いのかな。なんかそんな気もしますね。美味しくいただいてます。やってきました、寿司屋の爆弾ですね。寿司屋の爆弾というのは、あの、ね、余った、あれですね、魚の切れ端を、卵で卵黄で和えて食べるもので、乗っければ爆弾と思うんですけど、これはあんまり残り物か、マグロの赤身とトロの気がします。あと、いくらですか。で、海苔で包んで食べてるっていう感じですね。はい、ではここで、あえてポン酢醤油。シーパーツってもうこれ完全にカズさんだと思うんですけどね。はい、カズさん、シモウサか、シモウサだと思うんですけど。上品だね。塩辛ちょうだい。はい、これを海苔で包んじゃいましょうね。海苔、まあ一番当たりこんなもんでしょうかね。くるんでくんちょ、これがカズサノリだったらいいのにな。うん。
あ、でも海苔の味ちゃんとしますね。そして、あ、うん、ただ単に卵をとろろ混ぜとは一味違うね。イカも入ってたよ。これ結構バクバクいける。しかもこれ一すくいでちょうどね、海苔一枚に合うようになってます。これは一本前乗れるかな。会計7530円、予想通りでしたね。そして立山駅に戻れましたね。一本前、わそまそ木更津行き、 JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅、45キロ目から継続ですね。はい、なぜか2分遅着の上総湊駅で、ホームに降りました。ここでホームに降りてる人がいっぱいいる。なぜかというと、ここ折り返しの千葉行き、これ木更津まで乗っても意味がなくて、ここで乗り換えても同じことですね。はい、もうここも久しくこの時間は無人です。なるほど。2連から8連になるって、そりゃみんな待つわ。ここで当然ですね。はい、やってきました。 JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅、45キロ目継続、上総湊駅から内房線折り返し、千葉行き長、輸送量過剰じゃないかな。これでも2両だからね。これね、逆にこれに乗ってる方っていうのは、あー、降りた降りた降りた、降りてきた降りてきた。これに乗ってる方っていうのはね、木更津までで降りるってことですかね。もうこれ分かってて乗り換える人多数です。はい、ということで米沢もボックス席占有ですか。はい、そばでございます。JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅、45キロ目内房線ここで終了です。ありがとうございます。乗り換えです。一番線に停車中の列車は同じホームですね。蘇我駅2番線外房線からの直通ですね。 JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅、46キロ目京葉線東京行き、京葉線これ普通じゃなくて確定なんだね。はい、確定東京駅です。京葉線乗り通しですね、東京までね。これあれですね、外房線から来た人はこれでこちらに内房線に乗り換え、からの電車に乗り換えで、京葉線乗る人は内房線からこっちに乗り換え、ね、うまい具合に台が食われてるもんだね。はい、ガラガラです。東京です。 JR 東日本株主優待最長営業キロ型切符の旅、46キロ目終了。ここから47キロ目中央線に乗り換えるんですが、途中下車のやつに早回しで全実況です。京葉線地下ホームから3階にあります中央快速線ホームまで東京駅移動してきて8分ですね。8分なんですけど、これ最初のエスカレーターちょっと歩いてしまいましたから、歩かないとだいたい8分半ってことですかね。マナー完全に守りきると8分半ってことなんでしょうか。まあというわけで、 JR 東日本株の集大最長営業キロ大型切符の旅、47キロ目中央東線、中央快速線始発快速豊田行きです。はい、路線としては、中央本線は神田からなんですけど、丸洲経由線は東京から、東京神田間が重複設定されてまして、
ということです。なので、ここから中央東線ということになりますので、男性配信になります。はい。はい、お茶の水駅で途中下車します。これで、本日、JR 東日本株主優待最長営業費大型切符の旅、47キロ目で中断して10日目の工程を終えます。はい、お茶の水駅の問題と消毒液のあるところの改札口ですが、それはスルーして来週じゃない、今週の土曜日に改めて報告するとして、立ち下車いただきました。はい、ですね、もう滲み膜、もう古いですね、これ手彫りなんじゃないかな、これ。お茶の水駅ね、ハンコのもう枠線潰れまくり、グリフも潰れまくってますけどね。どこに押しましょうかと、一番上に押そうとして、ステープラーでダメということでね。立山が最新テスト、サジェストをさせていただいたところ、秋田と、仙台内に押されたということですね。はい、というわけで10日目閉まりました。ありがとうございました。さあ、ここから普通にスイカで、帰宅したいと思います。はい、トイレに行ってましたので駐車を逃しましたが、スイカで入場してトイレに行って、そしてこれは JR 東日本株主対最長営業許可旅ではなく、この単なるアプローチの普通の乗車となります。総武観光線千葉行きです。なんと座れますね。はい、錦糸町駅戻ってきました。10時間かけてお茶の水に行き、8分で戻ってくる、それが大型切符の旅です。というわけで、 JR 東日本株主優待最長営業披露大型切符の旅、10日目ここでおしまいとさせていただきます。次回の旅のレポートは今週土曜日ですが、その前に何か事情があればお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。